こちらの延長句伝物は、現代では不適切な表現がありますが、作品を尊重して読みますことをお断りいたします。氏族の商法あらすじ延長が体験談をもとに作った、とあるお殿様のおしるこ屋さんの話です。上野の戦争後、徳川様も誤解に会いなりましたので、 氏族さん方がみなそれぞれご商法をお始めなすったが、お慣れなさらぬからうまくは参りません。おかちまち編を通ってみると、お玄関のところへ毛線を敷き詰め、お蔵から取り出したいろいろのお手道具などを並べ、御家人やお旗元衆が道具屋をいたすというので、九郎との道具屋さんが掘り出し物を踏み倒しにやって参ります。 えー、殿様こんにちは。いや、良い天気になったのへい、ええー、このお水差しはまことに結構ですな。それから向こうのお屏風、三福椎の丹勇のお軸、それにこのあられの釜は足屋で化粧うな。それからこの長次郎のお茶碗、これはせだってもちょいと拝見をいたしましたが、この4つで、 おいくらでゲスどうもそう、もそ一時にまとめて聞かれるとわからんねこの三福いの軸は俺の祖父が配慮をしたものじゃがね釜や何かは皆俺が買うたんだしかし貴様の見込みでどのくらいの価値があるじゃろうこの吉なでさようでげすな吉なで七円ぐらいではいかがでげしょう いやけしからぬことを言う。釜ばかりでも、お前、十五両で買うたのだぜ。しかし、この節は、門並み道具屋さんが増えまして、かような品は、誰も見向きもしないようになりましたから、まるで、根がないようなもんでけす。どうも、ひどく下落をしたもんで。なるほど、はあ、さようかね。 それじゃあうちへ置いてもつまらんから持ってってくれ。ついでにそこに大きな亀があるじゃろう。まことに邪魔になっていかんからそれも一緒に持って行くがよい。などとただやったり何かいたし、まことにお品格の良いことでござりました。これは私が全くその実地を見て肝を潰したが、なんとなくおかしみがありましたから、 一席のお話にまとめましたところがただいまでは皆テーラや孫弟子どもが面白おかしくいろいろに彩りをつけてお話をいたしますからその方がかえって面白いことですが私の申し上げまするのはただ実地に見ましたことを飾りなくそのままお取り次ぎをいたすだけのことでござります。 小川町辺の猿お屋敷の前を通行すると、御門のくぐり戸へ西の内の針札が下がってあって、筆太に、このうちにしるこありとしたためてあり、ひらりひらりと風であおっておったから、なんぞ話の種にでもなるであろうと存じまして、中へ入ってみましたが、一向汁粉屋らしいかかりがない。 玄関正面にはさや形のふすまが立ててありまして欄間には槍なぎなたの類がかかっておりこなたには具足びつがあったり弓鉄砲が立てかけてあっていともいかめしき定裁でどこで食べさせるのかお長屋かしらこう思いまして玄関へかかりおたの申しますええ お頼します。「どうれ」と木綿の袴をつけたご家来が出てきましたがただいまとは違ってそのころはまだお武家にえらい剣があって町人などは眼下に見下したもので「ああどこから来たい?へ」へえ。ええあのご門のところにおしるこの看板が出ておりましたが。 あれは、お長屋で遊ばしますので,でしょうか。ああ、さようかい。汁粉を食いに来たのか。それはどうも千晩、かたじけないことだ。さあ、遠慮せずに、これからあがれ。履き物は脇の方へかたづけておけ。へえ。さあ、こっちへあがれ。ごめんくださいまして。これから案内に従って、 12畳ばかりの書院らしいところへ通る。次は八畳のようで、正面のとこには、丹幽の横物がかかり、鼓動の花瓶に花がさしてあり、煎茶の機械から、タバコ盆から火鉢まで、いずれも立派なものばかりが出ています。ああ、当家でもこのごろこういう営業を始めたのじゃ。 殿様もご退屈しのぎというばかり。でもなく、遊んでもおられんから何か処方をというので、お始めになったからどうか。まあ処方へ吹聴してくんなよ。へいへい。貴様は何の汁粉を食べるんだ。ええ、どこのおしる屋でも皆こう札がピラピラ下がっておりますが。ええ あれがございませんようで。うむ下げ札は今あつらえにやってある」「まだできてこんが」「ろいろにして金巻き絵で文字を表し裏表ともをかけられるような具合に少し気取って注文をしたもんじゃから手間が取れてまだできぬが御前汁粉というのが波の汁粉でそれから紅あンというのがある」 これは白あんの中へ本紅を入れただけのものじゃが、高熱を冷ますとか申すことじゃ。それに塩あんというのがある。これも別に制すのではない。波の汁こへただちょいちょいと焼き塩を入れるだけのことだ。それから団子、道明寺のおはぎなどがあるて。へえへえ、それではどうかその塩あんというのを頂戴したいもので。 さようか。しばらく控えていさっしゃい。奥では殿様がたすきがけで、汗をダクダク流しながら、あんこしらえか何かしていらっしゃり、奥様は鼻の先を真っ白にしながら、白玉を丸めている中という。ええー、午前、午前、お殿様。なんじゃええー、ただいま町人が参りまして、 塩おをくれと申しますが、いかがつかまつりましょう。くれろと言うならやるがよい。しばらくするとおひいさまが、まきえのおすいものぜんにおすいものをのせ、すーっと小笠原流の目八分に持って出てきました。これはどうもおひいさま、おそれいります。へいへい、ありがとう存じます。 あの町人お前代わりを食べるかへいへい、ありがとう存じますどうか頂戴いたしたいもので少々引き換えていやへえ慌てて一杯かっこみ何分窮屈でたまらんから泡を食って飛び出したがあまり取り急いだのでタバコ入れを置き忘れましたすると続いて おひいさまが玄関まで追っかけてまいられて私を呼び止めたがどうもりりしくってなんとなく体が縮み上がり私は縛られでもするかと思いました姫これこれ町人町や、町や。へえ何か御用でこれはお前のたばこ入れだろう。へえこれはどうも ありがとう存じます。まあ、ことに粗忽だのう。以後、気をつけや。へえ、恐れ入りました。どっちがお客だか、わけがわかりません。これから始まったのでげしょう。ごぜん汁粉というのは、おしまい。